こんにちは、普通の YouTuber です。本日はこのようなコメントいただきましたので、そちらにお答えしていきたいと思います。いろいろと、コメントいただいたんですが、結論といたしましては、三つ口の3連シガーソケット、そちらが取り付けられれば、なんとかなりそうかなっていうような形でしたので、グローブボックス内、あともう一つですね、完全に隠す方法としてシガーソケットの3連、こちらつけていきたいと思います。今回利用します道具の方がこちらになります。 10mm のソケット及びエクステンションバーラチェット、検電計、ヒューズ取り外し用の工具、あと配線をまとめるためのビニールテープ、タイラップ、ニッパーとなっております。それでは今回使用する商品の方がこちらになります。まずはこちら3連シガーソケット、3連でも4連でも、その必要に応じてこの数は増やしていただけると良いと思います。あとヒューズボックスから電源を取りたいということなので、こちら画像別で差し込ませていただきますが、 Aモンさんの商品をご購入いただけると大変便利です。でこちらは私が作成した類似品ですね。アースを取る場所があって、ヒューズからの電源供給、あとはシガーソケットとなります。それではまず電源を取り出していきたいと思います。電源に関しましては 15A シガーから取るのと、あとはアースをここから取っていきます。でこの作業もう過去に何度もやってますので、ちょっとそちら過去映像を差し込ませていただきます。それではまず電源の取り出し、今回はヒューズボックスから電源を取っていきますので、まずはこちらのカバーを外していきます。それではこちらのカバーを外していきます。こちら4箇所の爪で引っかかっておりまして、爪は向こう側に押して解除する形になります。ちょっとこのカバーを下に下げながら、1、2、3、4、このような形で外すことができます。カバーが外せましたら、その奥にヒューズボックスがあります。ヒューズボックスにもカバーがかぶってますので、こちらここのつまみを引っ掛けてこう外すような形になります。今回利用しますヒューズの方が 15A のシガー、この位置の 15A のヒューズですね。こちら続いてイグニッションをオンにしまして、シガーのどちら側に電源が来ているのかを確認します。左、右、左、右という形で、こちらシガーに関しましては左側に電源が来ております。この段階でイグニッションをオフにしまして、それでは電源取り出し配線を取り付けていきます。配線が左側に来るようにこちら差し込んであげます。まずはシガー 15A、 続いてこちらキックパネルの中のボルトにアースを固定していきます。こちら先端のこちらの部品を外しまして、この辺を持って引き抜きます。こういった形ですね。クリップ1本で止まってるだけなので簡単に外れます。でこちらにアースを落としていきます。 10mm のソケットで緩めます。それでアース線を取り付けまして、 こっち側にちょっと避けておきます。これでアースを取ることができました。このような形で電源が取れましたら、あとはこちらシガーソケットに電源が供給されている状態になりましたので、3連シガーソケットを取り付けていきたいと思います。それでは続いてグローブボックスを外していきます。グローブボックスはまず開けまして、こちらこのダンパーを外します。ここが刺さっているような形になりまして、この先端をこうすぼめてあげて引っ張るような形になりますね。じゃあすぼめていただいて、こんな感じで外すことができます。ちょっと硬いので、傷つけないように、ペンチとかタオルを巻いてペンチとかでこう挟んでこう外してあげるのも良いと思います。そうしましたら続いてこの両側からこう真ん中に向かって押します。こう押しまして外します。片側ずつ押しても良いと思いますね。こんな感じで、そうするとこういったフリーの状態になります。でフリーの状態になりますと、必ず一番下まで下げて引っ張ってあげてください。この途中だと引っ張っても外れないようになってますので、必ず下まで下げて引っ張ってください。グローブボックスを外すことができましたら、続いて3連ソケットを適当なところにちょっと置いておいてあげて、この中ですね、この中に配線を通します。もうグローブボックスを開ければ簡単にこう手が入れられるようになりますので、こんな感じで下に出してあげます。それではこちらシガーソケットの方ですね、ヒューズボックスから電源取ったものと接続しまして、これで中に入れていきます。で
こちらですね、最終的にこの上あたりに固定するんですけど、余剰な分、この余分な線ですね、こういうのはちょっと束ねておきまして、タイラップなどで固定しておきます。あとこちらですね、抜け防止のためにこの辺にこうビニールテープなどを巻いて、まあ、抜けないようにセットしていただけるといいと思います。こちらこのような形ですね、こんな感じで抜けないようにしてあげましょう。ちなみに紹介させていただいた商品は抜け防止のための機構がついてますので、そちらはこんなビニールテープとかで留める必要はないです。もうロックしてあげれば抜けないようになりますので、そちらの方がまあおすすめとなりますね。まあ、こんな感じで抜けないようにしておきます。それではこちら束ねたものを中に入れていただきまして、この上に輪っかを作れる場所があるんですよね。輪っかを作れる場所があるので、タイラップでそこに輪っかを作ってこちらを固定してあげます。それでは最終的な固定方法がこんな感じですね。ここら辺にこうタイラップを引っ掛けていただいて、こんな感じでリング状に、ちょっと見た目は良くないですけど、リング状にこうつないで、こんな感じで宙吊りにするような形で配線を止めておきます。そうすればこちら変なところから出てきたりとか、そういうことがないですので。それでは最終的にこちらに固定、もしくはまあ奥に固定して、グローブボックスを戻してあげます。こちら下を合わせて差し込んでいただきます。で上に持ち上げます。でその時にダンパーがぶつからないようにちょっと気をつけます。上に持ち上げていただいて、そのままロックされるような形になります。でこちらダンパーを戻してあげます。でダンパーの方を戻していただいたら、こちらちゃんと閉まることを確認してください。それではこのような形で3連シガーソケットを取り付けることができました。でここですぐ確認していただきたいんですけど、今回まあ3つの商品を取り付けるということなので、電源となるシガーソケットのプラグですね、こちらを挿していただいて、ちゃんと刺さるかどうか、シガーソケットのプラグ形状って様々ありますので、まあ、大きいのから小さいのまで、こちらがちゃんと刺さることを確認してからしっかりと固定してあげてください。でそれプラスこう締めた時にこちらが干渉したりしないか、まあ、線はどうにでもなるので、このプラグが当たらないかだけ、それだけちょっと確認してください。もし当たってしまうとか、刺す時に何か問題があるっていう場合には、こちら両面テープで固定するのではなくて、もう完全にこの自由に動く状態で、まあ、中に入れておいていただけると良いと思います。それでもしこのフリーの状態で置いておくとなった場合には、何かタオルとか、あとは滑り止めのマットですね、そういったものを敷いていただいて、カタカタ音防止のために敷いてください。こちらただ置いてしまうと、やっぱり走行中にカタ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 音がしますので、そのあたりはちょっと注意してください。それでは続いて、こちらに CD、DVD デッキが付いている車両に対してのお話をさせていただきたいと思います。こちらに CD、DVD デッキが付いていた場合ですと、ここに取り付けることができませんので、この奥ですね、この奥、配線のボックス、配線なのか、まあ、もしかしたらちょっとこちらコンピューターなのかもしれないですけど、こちらに貼り付けてしまいます。このような形ですね。こちらに取り付けることによって完全に中に収納しまして見えなくなります。ただこちらをやってしまうとメンテナンス性がちょっと悪くなりますので、何か作業したい時にいちいちこのボックス、グローボックスを外さないといけないっていう点がちょっとネックかなっていう感じなんですけど、本当に見せたくないっていう方は、まあこちらに取り付けていただけると良いと思います。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。今回はだいぶちょっと目線を下げた作業内容となってるんですけど、もしこの動画が、まあ、普段と変わらない動画の、再生数、もしくは伸びるようなことがあったら、ちょっと、まあ、その難易度別に動画ちょっと作っていきたいなと思います。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画ではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介、採用内容などを行っております。もしご覧になられて気に入っていただけた方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。